イベント、また会えためのステージ攻略。BW の7に行きます。教習の内容は、氷爆虫の特殊能力が無効化されない。絶対凍らせるマン。エクシアのスキル3を入れています。特化3じゃないと、タイミングが合わないので注意です。これってコラボイベントなのよね。そうですね。さて問題です。なんて読むでしょうか？そんなの公式サイト見れば。読み方は書いてないんだな。ヒント？中国のアニメです。わかるわけないってことがわかった。正解は、ロシャオ平戦記です。そりゃわからん。YouTube で日本語字幕付きのアニメが見れたり、日本語吹き替え版の映画が上映されたりしているそうです。ほうほう、気になる人はチェックだ。さてステージですが、エクシアの配置タイミングが重要です。左上に赤い駆け抜けマンが並んでいますが、その3体目がこのマスに止まった時に起きます。ほうほう。これで赤い駆け抜けマンにオバロのタイミングが大体合います。HP が多くて倒しにくいので、オバロの火力で倒そうって作戦です。上の高台に横向きに置いたら、4マス攻撃できるんだ。ところが、この原石氷床の効果範囲内は、定期的に寒冷になって、攻撃速度が遅くなってしまうのです。特に2つに挟まれているここは、ほぼずっと凍結してて動けないので、置くだけ無駄です。そっか。あ、術師も出てきた。術師は歩かせると厄介なので、まとい窓を置いて倒しておきます。また駆け抜けマンが来てる。そこは、エクシアのスキルがちょうど合いますね。ほんとだ。で、下から出ている氷爆虫。これをすぐに倒すと、メイがダメージを受けてしまうので、ガシャのところは、そこそこの火力の術師がいいです。バヒューマンムキムキでも良さそう。その氷爆虫が、次の駆け抜けマンと一緒に来ますが、オバロはまだない。なので、メイのスキルを使って減速しておきます。そして左下、術師がこのマスに来た頃に、メランサを配置すると、1体目の術師を倒して、ちょうど次の術師も、メランサがブロックできます。ぴったり。でもキャラの強さによって変わりそう。メランサならみんな同じ強さなので大丈夫。あるいは、編成枠を1つ分けているので、宴とかを追加しても良いと思います。ふむ。また術師が出てきたよ。次は普通に、帰ってきたまといまるを再配置します。で、オバロがもう発動していますが。あ、今回は駆け抜けマンが遅い。オバロが終わってしまうので、あとは、ボデンコのスキルとクルースで倒します。まとい丸が、普通に凍らされてるね。術師も一体抜けてるし。まあ抜けた術師は、途中で倒せれば OK。メイを左向き医療に交代して、クオーラを回復します。アイスブレイカーの攻撃は素でも痛いので、クオーラと箇所のスキルを使っています。術師も倒せた。あとは最後の一体を倒すだけです。いつも通りのステージ攻略だね。そうですね。もう一つ質問いいかな？コラボ要素どこ行った？君のような勘のいいガキは嫌いだよ。ご視聴ありがとうございました。